今回の動画は、本能寺の変直後、もし秀吉が動けなかったら？について、みんな大好きなもしもシナリオについて考察します。勝家はどうした？長秀はこうした？どうする家康？そんなもしもをスレミンたちが熱く語っています。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。もしも、本能寺の変直後秀吉が動けなかったら、何らかの理由で秀吉が備中で足止めになり動けなかったら歴史はどう変わっていたでしょうか？その何らかの理由が一番大事なんだよ。そこが適当じゃその先は何も語れないわ。ぐわー腰がー、長年の無理がたたり秀吉の体は悲鳴を上げていたみたいなのなら秀吉に限らず年配武将なら誰でもありそう。何年も動けないのではなく1ヶ月ぐらい動けなかったらというのどうだろう。ネタが尽きたら別要素で動けない話でもいいし。秀吉が動けないはないだろうね。秀吉は黒幕とまでは言えないかもしれないが、光秀が信長を殺したがっているのを察知するくらいの人情の機微はあった。マジ作詞。織田デマンを動かす武将は信忠、柴田、秀吉、明智、滝川、信孝、別に徳川。つまり、秀吉が動けなかったら、近畿内周辺で明智に対抗できる勢力がいない状態になる。一番可能性があるのが秀吉より先に毛利側が本能寺の変を知ることだろう。毛利輝元が吠田元清に書いた書状を見ると、武器弾薬容量不足式崩壊で戦闘不能だと書いている。なんでそんなに不足してるん？秀吉との戦いが長引き四国九州にも戦線を抱えてる織田に機内を抑えられてるから、流通も死んでるかもしれない。瀬戸内海の政界圏が毛利から離れ始めたことによる軍事、経済的損失、度重なる援軍派兵の失敗、浮田領で敵を防ぐ予定が浮田が織田にくら替えしてしまったので、毛利側の防衛準備が整っていないなど、秀吉軍が動揺して瓦解するのでは？単純に信長の死を知った毛利との講和交渉が長引いたことにすればクリアできるんじゃない？備前播磨勢の誰かが離反とか、まあ光秀は大体の情勢を読んで謀反に及んだわけだな。でもおそらく光秀の頭の中では勝家かもしくは秀吉との決戦を想定していたと思う。まともに兵隊を動かせるのが秀吉軍以外ないかな。家康は終わりまで兵を進めてたし、勝家も利家、森政、成政を上杉の抑えに残して南下してたので、いずれどちらかか双方の連合軍と明智軍の戦いとなったのでは。とりあえず最寄りの丹羽軍と明智が交戦になるだろ。羽柴軍が動けるようになるなら羽柴、あるいは柴田軍が明智を攻撃して、数に押されて明智は消えるんじゃないか？丹羽長秀が天下を取るにはどうしたらよかったか？本人の寿命が長ければ豊臣政権下で家康のようなポジションにはいたのでは。織田家が乗っ取られたのは丹羽長秀のせい。長秀もそれに気づいて憤慨したらしいけど気づくのが遅いわな。サイコパスの秀吉に利用された誠実な人間。柴田への嫉妬心を利用された善人ってイメージだ。秀吉没後の加藤清正や福島正則みたいだな。となると柴田勝家石田三成のポジションか。には主導で明智倒したとして、その場合秀吉がどう出るかだろうな。結局、清洲会議で、明智を倒した大義名分がなくてもうまいことやって史実通りになりそうな気がする。結局、最後に鍵を握るのは家康なんだろう。家康のことだからおそらく無理をせずに、史実通りかい？信濃を取りに行くと思うが。やがては相手が秀吉になるか、光秀になるか、あるいは勝家になるかわからん天下分け目の合戦になっていたと思う。明智が近江まで制圧した後、摂津に矛先向けてればかなり盤石だよな。その後で防衛体制固めればそう簡単には崩れない。そもそも伊勢の信勝か摂津にいた信孝が明智を撃ってやそれで後継者争いも決着ついて、羽柴や柴田の独立勢力化なんて認める必要もなかったんだよな。特に信孝の場合は丹羽長秀もいたのに兵の離散を止められなかったというのが無様すぎる。丹羽長秀があのざまだから、柴田勝家も結局出兵できなかったかも。光秀政権できてたかも。機内制圧してしまったら、織田の方面軍司令官連中は機内の光秀とも売り、上杉、北条あたりに攻撃される体制になるから簡単には動けなくなる。そういう状況が固定されてくると朝廷が光秀に肩入れしだすだろうし信長様の敵討ち云々なんて大義名分は意味を失う。差し当たって毛利と北条の強大な圧力を受けてる羽柴や徳川は講和する可能性もあるな。特に徳川は信長に言うほど恩があるわけでもない。キリシタンの支配する国になった。柴田ダメにはダメ滝川ダメ。やっぱり遅れても秀吉が行くんじゃないかな。柴田勝家は戻ってきてるぞ。
柴田は一中のさっさ抜きで3万程度か？やっぱ静ヶ岳で戦うのかな？橋場、柴田、滝川は皆恩国にいるし、には長秀、信孝が栄え、石山、住吉、岸和田に集めた兵団は本能寺の変を聞いてみんな逃げてしまったから、明智としてはじっくりと中央を固めていく作戦になったと存じます。結果的には近江より摂津固める方が先だったな。橋場があの速度で戻ってくると分かってれば。旧日本陸軍の作戦用務令によると、完全装備の歩兵行軍では、時速 4km、1日の行軍距離は 24km を基準にしていた。中国大返しでは1日あたりの進軍距離は、最初2日間は 45km、後半3日間は 33km。これを鎧などの装備約 50kg を担いで行っている。普通に考えや筋肉痛で戦いどころではない。秀吉は本能寺が起こることを知っていたんだよ。準備をしていた。具体的にどんな準備をしていれば筋肉痛を回避できるのかな？武士が自分で鎧や武器を持って移動するわけないやろ。アホか。強行軍で疲弊していたのか。橋場軍死傷者は3300、明智軍の3000を上回ったとも言うな。橋場軍の戦法は摂津の日より見決め込んでた摂津州でしょ。大返しはもう定説より数日前に出てるって秀吉の手紙で証明されてるよね。毛利川が城主の切腹飲んでるから本能寺知らなかったのは事実だろうけど、その交渉中に一部が離脱始めてるのはすごいなと思う。秀吉が四国攻めそそのかしたんだろうな。よく暗黒寺家系が本能寺知った上では牧したみたいな説あるけど、それだと清水切腹させる理由がないよな。後で両線にバレたらさすがに切り捨てられるだろ。毛利家は信長の本体が来ないことを知ってる人間と知らない人間がいた感じがする。細川とか筒井が味方してくれなきゃ光秀に勝ち目はなかったんじゃないの。大和衆が味方にならないのがあまりにも痛すぎた。秀吉だけが動けたってのは誤り。単純な史実として柴田勝家は6月10日時点で北の将から明智がいると想定した近江入りを狙って丹羽長秀と連携しようと書状を出してる。最終的に山崎の合戦の結果を近江国境で知った。徳川もいきなり後進に進行したみたく言われるが、先に上洛を目指して鳴海まで来てる。神戸信孝、丹羽長秀も離散したとはいえ数千、摂津衆も無傷で1万はいたはずと考えたら、光秀は史実よりながらえてもせいぜい10日じゃないかと。柴田については北の将から動けなかった。家康は確かに鳴海まで来ていたが、これは逆に光秀に加勢するため、鳴海で光秀の死を知り、全てを隠蔽し引き上げた。神戸には割り散し、自制力を保つのに精一杯。秀吉が動けなければ、光秀は家康と組んで相当持ちこたえていたと考えられる。柴田は動いて山崎の結果を知ったのは近江に入ってから。家康が明智方というのはごく最近の漫画や創作。神戸丹波は上述の書状の翌日かその次の日には数千で摂津に移動してる。摂津州は山崎直後の資料では主力扱いで、むしろ秀吉神戸庭は光栄。守備よく一旦落ち着いて膠着状態になったとしても、結局明智光秀だけは許されなかったでしょ。一時的に味方しただけの人は許されるにしても、直接首取っちゃった人は、そう考えると信長ポジションまでのし上がるしかないわけだけど、首取っただけで、はい下克上、みんな代わりに俺に仕えてねって無理があるから、どの道無理ゲー。秀吉の大返しが遅れるか、あるいはなくとも明智が山崎を抑えたら無傷の摂津州は警戒して四国遠征軍も史実程度の規模でご詰めするだろう。その段階で泉の八谷あたりも加わり、摂津方面の織田方、明智方の兵力は双方一万数千で拮抗する。明智方はご詰めに対応しながら摂津諸城を落とせるほどの兵力はなく、織田方も決戦で勝ち切れるかは心もとない。前後の動員を見ても、柴田が北陸から徳川が終わり、美濃から近江へ向かう軍勢も、中国遠征準備中の信忠本領の兵も、一万数千規模。明智が生き残るにはそれぞれ括弧撃破するしかないが、すでに指摘された通り柴田庭は連携を模索してる。当時の連絡手段では敵地を隔てて綿密な連携は無理だが、それぞれが兵を進めるだけで極めて厳しい状況だね。明智軍が近江から山崎へ転進したのは秀吉の大返しを知って対応するためと言われるけど、その時点ではまだ姫路を出たかどうかで連絡の時間差考えたら難しい。単に近江平定後は兵を退いて新しい攻略目標がもともと山崎摂津方面だったということではないか。となると山崎を抑えて摂津に攻め込んで、優勢に進めるが、近江が2方面から攻められ京都を奪い返され積む展開が一番ありそうかな。東西で膠着したら鍵を握るのは南だな。本領に在国してる信長の御曹司がいたよね。
天下人織田信雄公の誕生や、東西両方を膠着させるほどの兵力は明智にはないので、どっちかに集中させた結果、逆側から破られるかと、正確には三方かな、柴田越前から江北、徳川信忠軍団、美濃から江南、信孝には摂津州、摂津から山崎、経過的に10日付ですでに明智は近江から転身してて、織田方は互いに連絡取ろうとしてたので、信孝へ対応しようとしてる間に東から崩れるってパターンになりそうではあるが、西が大軍かつ早いと情報がなくなれば東の近江に集中もあり得るとも思う。信勝は当時参戦しか集まらなくて近江攻めを断念したので、単独だと史実通り、あまり存在感示さないかと、徳川と合流はあり得るけど、毛利ってそんなに弱いのか話にならないな。浮田どころか南条すら仕留めきれないからな。浮田の勢力圏50万石近いし、それがそっくりそのまま織田側に鞍替えされたらね。毛利は浮田領で織田を食い止めるってのが基本防衛戦略だし、開戦6年目で確実に国は傾き始めてる。備中高松城の援軍に来て付け城前で戦うこともせず、降伏交渉してる時点で察しろレベル。仮に信長到着して交渉失敗したら、武田の高天神城落城並みの衝撃が毛利領内に走るのは必至。主力率いて戦わずに負けましたは擁護のしようがない。逆に浮田が毛利食い止めて、その間に秀吉が播磨田島と制圧していったからな。秀吉の天下は毛利が反抗しなかったことに尽きるよ。領土の安堵だけで全面協力だからね。足止めしたらどうなったかより、抵抗してたらどうなったかを論じるべき。あの規模の大名が、全面降伏全面協力ってありえんよ。四国、九州、徳川、北条制圧もなかったと思う。なんでそうしたかってのがあまり記録に残らないのが残念。もう戦乱の世は終わらせたかったのかってことなのか。それとも疲れたのか毛利と上杉。結果論で考えてはいけない。秀吉が短期間で織田家の勢力をまとめるなんて予想できるわけがないからね。信忠が生き残って自分で光秀討つ決定した場合だな。毛利を警戒して秀吉には死守を命令。近江機内の織田勢力急合すれば十分光秀討てる。わざわざ遠方から秀吉呼ぶ必要がない。むしゃくしゃしてやった。今は反省している。いかがでしたでしょうか。かなり白熱していましたね。光秀の天下は相当厳しかったかもしれません。あなたはどう思いましたか？よかったらコメントで展望をお聞かせください。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。もしまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。